こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、グリーンドルフィンで、ビル・エヴァンスのグリーンドルフィンがすごく素晴らしかったので、これの解説をしていきたいと思います。本当にね、シンプルなパターンばっかり使っているので、比較的初心者ちょっと難しいかな、中級者に入ったぐらいの人だったらもう全部叩けてしまうぐらいの内容なんだけど、組み立てがいいのですごいこうバリエーションもあって、ちゃんと最後興奮するとこまで持っていけるというソロですので、ぜひトライしていただきたいなと思って、解説していきます。まずはですね、最初のこれ2小節ですね。これはもう 全編ブラシです。でこれだけで、例えばこうコピーした時にこのまま全部覚えるんではなくて、このフレーズいいなと思ったらそれをこう発展させるというか、オーケストレーション入れて、みたいな、まあ、今適当にやりましたが、こうやってあっちこっちにこのフレーズを持ってったりとかするだけでも、もうバリエーションができますから、こういうのは短いパルスで覚える。だからある人のスピーチを自分が真似するときに全部、そのまま真似しないでしょうね。でもここの引用は面白いなと思ったところだけ使いますよね。そういった形で練習してます。ここなんかはもうスイッシュしてるだけなので、もうこれで4小節ですよ。なのでこれを A と B で見立てたら、もう8バースなんか簡単にできてしまいますよね。といった具合に、取ったものをそのまま全部通して練習するよりかは、一つずつ自分のものにしていって、それをつなげれたらとってもいいかなと思います。次はですね、ブラシはですね、こうやって先の音が当たる音と、そうじゃない音、最初だらしない音で、こうね。でだからこうしたから、多分この真ん中空いてるんだけど、これなんかスカーブリしたんじゃないかな、わっていう風になったっていう感じですね。で次はずっと2音踏んでるんですが、ここもこんだけですよ。ここのこれちょっとゴミっぽいですね。これだから、これは取り込んだ時にちょっと入ってしまったもので、これは別に気にしなくていいので、そうすると、うん、これですね。で、進んでいくということなので、これだけでもう十分8小節のドラムソロはできるんですよっていうお話なんですね。だからこういうところを全部、スネア上で場所を変えたり、こう叩き方をボソボソさせたり、というこれだけの8小節の解説だけでも十分もうドラムソロは組み立てれるようになると思いますので、練習していただければと思います。この B のとこは多分このシングルで、ブラシってこのパタパタってやりやすいので、こういうふうに、このクレイトンキャメラが使ってたバタフライってやつ、こういうのを使ってもいいかもしれないですが、こうですね。ハイハット踏んで、せーの、ウッタンタカタカタンの3拍ですね。っていうフレーズですね。そんな全然難しくないと思いますね。でここの段が面白いんですが、これ左手をスイッシュしといて、ワン、ツー、スリー、フォー、こんだけなんですね。これここイーブンって書いてあるので、これ跳ねないで叩いてたんですね。ということは、これシンコペーションブックで
ればバリエーションはいくらでもできるわけじゃないですか。なのでこういうフレーズが出てきたら、あ、左手でスイッシュしながら右手でメロディ叩くんだと思ったら、この右手を自由にするためにシンコペーションブックを使うっていうふうに使っていただければいいわけですね。なので工夫すればいくらでもドラムソロなんてネタはできるんですけど、まあ大概の人はドラムソロってどうやっていいかわからない、ドラムソロって何すればいいかわからないっていうふうなんですが、もうコピーしてそこの部分をこうやって工夫して練習するんですよ。あ、こうやって音色変えてこうバリエーション作るんだなとか、あ、こんな単純なフレーズでもこう溜めたりとかするだけでこんなにフレーズがかっこよくなるんだなとか、あ、これシュルシャシュルシャシュルザターなんか、こう場所を変えることをオーケストレーションって言うんですけど、このオーケストレーションができれば、あ、こんだけのことができるんだな。3拍フレーズ、うったん、ってやれば結構引き伸ばしていけるんだな。左手でスイッシュやりながら右手でメロディーやればいいんだな。もうこの4段だけでもうドラムソロ多分32小節5回分ぐらいは余裕でできるぐらい、いくらでも作り直せれると思うんですね。そういったところを練習していただければいいなと思います。それでは本日も、ご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。